一体、どの口で批判をしてるんですか立憲民主党福山鉄道幹事長がアフガニスタンでの自衛隊機の法人退避行動を批判中。でも、その要因は、まさに恩党の過去の言動と、そして恩党が選挙協力をしようとしている共産党が足を引っ張ってきたからではないでしょうか はいっとね、こんばんは。参議院議員の音キャシュンです。今日の Vlog もスタートしていきたいと思います。8月28日にこちら収録をしてるんですけれども、アフガニスタン情勢が緊迫をしております。空港付近でテロがあって、アメリカ人の兵士をはじめとして多くの犠牲者、被害者が出てるということで、本当にね、今自衛隊含めてですね、諸外国の軍隊の皆様、関係者の方々が救助活動、退避活動に尽力されてると思いますので、ご無事を心から記念するとと,ともにですね、アフガニスタンタリバン勢力についてはですね、やはりこの人 権問題もありりまますすのでで毅然ととしした対応をしていいいいいかかななけければばいいうふうに思うばかりでございます、まあ、そうした中で,ですね、今、政府も自衛隊機の派遣を決定して、今、法人やですね、関連するアフガニスタン人の方々の退避をですね、国外退避を支援する活動をしているわけですけども、これに対して昨日 NHK でこうしたニュースが流れました、日本人1人が自衛隊機でアフガニスタンからパキスタンに退避ということで、まあ、ニュースが流れたんですけども、まあ、1人であってもですね、これはもう救助できた、退避ができたということは、 これはもうね、前向きに判断、えー、前向きに評価できることですし、たった一人しかですね、輸送できない、とほどですね、現地の情勢緊迫しているということはですね、一般で流れてるニュースを見てるだけで、まあ、普通の国民であっても、えー、分かることであります。にもかかわらずですね、立憲民主党の福山鉄道幹事長が、えー、こうした発言をツイッターでして、大炎上状態になっています。私も批判しました。福山さんはこうつぶやきました。派遣された自衛隊員のご尽力に敬意を表します。しかし、なぜわずか一人、なぜわずか一人なのですか 退避を希望する日本人や、アフガン人のスタッフなど、500人程度の想定だったのではないですかロシアも韓国も EU も数百人規模で退避しています。ということをね、書いてね、ま、政府批判、自衛隊批判をしてるんですけども、いや、どの口で批判をしてるんだ、ということで、ま、私もね、ま、ちょっと、カチンときたんですけども、ま、正解の大先輩ですから、ま、汚い言葉でね、ちょっと、えー、罵るわけにもまいませんので、えー、私たちはこのように書いさせていただきました。えー、 あと、すべて私のツイート言った。まあまあ、ツイートの内容としてはですね、それはまさにですね、御党が、立憲民主党が選挙協力を進めている共産党が、自衛隊の海外派遣,派遣については派つ、派遣については、ずっと強く反対してきて、そして、この、 今、まさにそうした、えー、いろんな経緯もあってですね、自衛隊法、えー、特に84条の縛りで、えー、自衛隊が他の、えー、国の軍ほど、えー、満足な活動がアフガニスタンでできないからですと。えー、立憲民主党もね、その課題を認識していただいたのであればですね、この自衛隊法の法改正も含めてですね、えー、ぜひですね、あの、ぜひ問題提起をしていただきたいと。一緒にね、この改正するために活動していただきたいと。まあ、いうことを私も Twitter で述べさせていただきました。まあ、ね、これほ、そうなんですよ。もうね、なんか政府のせいみたい言ってますけども、いや、それはね、自衛隊だって、もう活動したいわけですよ、政府だってもっともっと、法人の 回避行動をね。えー 自衛隊コミットしてですね、法人助けたい。関係する協力的なアフガン人も助けたい。ですけども、この福山哲郎さんが並べているような EU とかですね、韓国みたいな、えっと、フルスペックの軍隊と自衛隊は全然できることがち、違うわけですよね。自衛隊法84条で、まあ、これはもう私も本当にすぐ変えなければいけないと思いますけども、まあ、この法人退避行動においてもですね、その該当要件として、当該輸送を安全に実施することができると認めることが、この条件、みたいになってるんですよね。安全だと自安全に実施することができると認める場合のみって、 それなんかもう矛盾ですよね危険だから自衛隊が助けに行くのに安全と認安全に実施することがえできる場合のみという縛りがある中でもうだからもうこれの縛りがあるから事実上今空港からね自衛隊は出れないとえこう今こう派遣が決まって自衛隊機がこうカブールの空港に入ってもその外はもう危険地帯ですからで武器の傾向もかなり厳格な取り決め,が決められていて武器の傾向はえ自衛隊その84条の3項の方であのそのそ現地の 政府と、協議をして、それが認められた場合のみ自衛隊は外で、この武器を持って携行して活動できるというような、え、それまた縛りがあるんですけども、今もアフガニスタンは無政府状態に陥ってますから、そんな交渉する相手がいないので、当然自衛隊は武器を持って法人保護活動で出ていくこともできないし、そして安全と認められていないところで法人退避の行動もできない。まあ、この自衛隊八84条の3項4項、まあ、こうしたいろんな縛りがあって、今自衛隊は全然その、福山さんがですね、なんで他の国できてるのに日本やんないんだと、攻めてるようなフルスペックの軍隊が、当然できるようなことは、日 日本の軍、あの、日本の軍隊というか、自衛隊はできないと。まあ、こういう状況下で活動しているわけですよ。で、なんでこんな法律になってしまってるかといえばですね、この安保法制の時にもですね、えー、立憲、まあ、それが立憲民主党という党名はありませんでしたけども、まあ、旧、その民主党系の方々は、えー、まあ、賛成した方も、細野吾士さんみたくね、賛成し、あの、まあ、当時は反対したけど、今は、あの、 もう賛成というかね、その後悔している方もいらっしゃいますけども、もう多くのその、あの民主党系の方々、今立憲民主党にいるような方々は、安保法制に反対したし、そして、一番強く反対してるのは、もう、皆さん言わずとしたら、共産党ですよね。まあ、共産党は自衛隊海外に送るなんかとんでもないということで、わーわわ,わずーずっと、こう、足を引っ張り続けて抵抗して、で、現実を見ない。で、それでい、いわゆる一つの政治的妥協もあってですね、この自衛隊法の84条には、まあ、この、法人保護とか、法人待機活動の支援の際にはですね、安全だと認められる場合のみとか、武器の傾向も相手の政府が認め た場合のみとかかかですねままあ、いろんな縛りがっ、えー、かかってしまってし、えー、自衛隊もう手足う共産党がんか,あからさまですよ。これ赤旗の記事で、もう自慢げに書いてます。これ2016年の記事ですけどね。法人保護、口実に海外派兵訓練、防衛省に塩原梅村両議員が中止を求めるということで、まあ、その法人保護、口実に海外派兵訓練なんかとんでもないということで、共産党の国会議員たちが防衛省にその訓練中止を求めるということなんですけども、まあ、これがまさに共産党ですよね。本当にこの、 自国の安全保障の足を引っ張る。まあ、弱体化させると。まあ、彼らがもう考えてるのは、体制転覆ですから、えー、このやっぱり西米安保の破棄だとか、自衛隊の、自衛隊の廃止だとかね、基本的に日本の国力を削ぎ落とすことを、えー、名目にしてるのが、それはま、彼らの本質だと私は思ってるんですけども、まあ、この自衛隊のね、えー、海外派遣についてもずっと強く反対してきたと。もう、まあ、それ言う、 経緯があってですね。そして、そういうところと、そういうこの安全保障上、日本人を守れなくするようなですね。そういうことを平然と政策として掲げている政党と立憲民主党野党。第1党は今まさに目先の選挙のために手を組もうとしている。そして、国民民主党の玉木雄一郎代表までですね。最初はなんか少し毅然とした対応しようとしたようですけども、結局軍門に下って選挙協力をしようとしている。まあ、これはね本当にね。国防上の危機というか、この安全保障においてね。自衛隊むしろこのもっともっと海外派遣をやりやすくできるようにしなきゃいけないっていうことを議論しなきゃいけない時にですね。海外派遣の 訓練を、えー、中止止ししししよよよううううとととかかでですね、えー、もう自衛隊ななんか廃っって言ってて言るる、えー、頭お花畑な方があったと、えー、本気でこの選挙いそして今回もまさにこの危機意識のなさ。なぜたった一人しか救出できなかったんだと。えー、EU とか韓国とかは何百人単位で退避してるぞということで、そんな現状も知りもせずとか知ってるか知らずかわかりませんけども、それとあと脳天気にね、ツイートして政府批判をしてしまう立憲民主党の野党大表の幹事長の姿には、もう開いた口が塞がらないと言わざるを得ませんし、まあこうした現状からですね、えー こうした日本の現状をやっぱり改めていかなければいけないと思います。で、もちろん政府側にもね、改善すべき点はあったと思うんですもっと、早く自衛隊機の派遣が決定できなかったのかとか、本当にこのオペレーションはスムーズに行ったのかとかですね。そのあたりはこれから出てくる情報で精査していかなきゃいけないですし、政府にも建設的な提言をしていかなきゃいけないというふうに思います。だから、すべてを自衛隊法のせいだけにするわけにはいかないというふうに私も思いますけども、まあでもこれ完全にね、政府批判が目的になっているこの福山さんのようなスタンスで行けばですね、あまり建設的な議論にならないというふうに思いますし、そして、この、 自衛隊の、ね、初動が遅れたことももしかしたら可能性もあると思うんですけども、やっぱりそれはね、こういう連綿と続いてきた自衛隊にもう手足をガンジガラめに縛って、結局ね、じゃあ早めにね、もう即日じゃあ自衛隊機を送ろうって決めてたら、それはそれで絶対批判してたはずなんですよ。なんで時期尚早だとか、もっと現地の情報を集めてからにしようと、安全確認は取れるのかとか、結局ね、まあ共産党は絶対批判しますし、立憲民主党もそれに今、もうくっついちゃってますから、追従されて何をしようと批判をしたんじゃないかと私は思いますしね。まあこういうあの不健全な、えー、日本の、えー、政治の状況というのを、まあ、まさに 変えてていいいくためにに、まあ、衆議院選挙においてはですねこの安全保障というのも1つ外交安全保障というのも本当に一つの重要な争点ですので、まあ、我々日本維新の会としては、この外交安全保障は現実路線、リアリズムに立ってですね、その自衛隊は海外に送るなとかですね、そんなことを言ってたって、あの、法人保護はできない、法人の命は守れないわけですから、自国民の命は自国の軍隊、自国の力で守るということは、これは世界の常識でありますので、 自衛隊にはその能力も、そして意志もあるわけですから、こうした活動の手足がんじがらめにしているこの、え、ものをですね、解き放っていく。そして、海外にもこう、海外の、 国際平和にも貢献をし、そして法人を毅然と守れるような体制を作らねばいけないと、ういうことはですね、しっかりと主張をして、来るべき衆議院選挙にも臨んでいきたい。えそしてえ、保守二大政党、外交安全保障はリアリズム同士でそこは大きく変わらないけども、まあ、内政や経済政策、社会政策においては自民党と切磋琢磨していくような、まあ、こういうですね、体制が作れるように、しっかりと活動してまいりたいと考えておりますので、よろしくご視聴、ご鞭撻と、チャンネル登録、グッドボタンやコメントで応援をよろしくお願い申し上げまして、今日の Vlog とさせていただきたいと思います。えそれではまた次回、さよなら。